人民服、人民服、人民服とは上下揃いの上着の一種。かつての中華人民共和国では制服や標準服とも言うべきものであった。中山服とも言う。人民服は立折り襟で二つの胸ポケットに二つの裾ポケットを持ったないものもある前開き五つボタンの上着とスラックスでセットになっている。作業着タイプでは頭には前つ付き帽子。 いわゆる人民帽と呼ばれる帽子を被る。色は、カーキ、紺、青、緑など様々であるが、いずれも無地である。ネクタイは持ちいない。尊文着用のものとしては純白のものも存在し、現在は、上海で保管されている。英語圏の故障である、マオスーツのマオとは、毛沢東のことである。人民服は中国語で、中山層というが、これは、尊文。 孫中山が人民服の設計者であるからとも、孫文がこの服を国民党の礼服として制定したからとも、孫文が率先してこの服を着たからとも言われている。いずれにせよ、人民服は中華民国で男子清掃として用いられ、戦後の台湾にも引き継がれたが、1950年代末頃には、紹介石ら一部の首脳を除いて、広にとって変わられた。一方、 中国大陸、中華人民共和国では、1978年の改革、開放政策が始まるまで、女性も男性と同じ人民服に起きて、公の場で肌を見せるのはご法度と,とされていた。改革、開放政策が始まって、外資企業が北京郊外に水着姿の女性の看板を掲げると、ずっと人だかりができていたというエピソードもある。そのため、 1980年代初めまで成人男性のすべてが人民服を着用しており、多くの女性も着て男女兼用ユニセックスだった。後世は人民服に代わる婦人服を考案するも普及に失敗し、後世自身も黒い人民服姿に戻ることとなった。東小平による改革開放路線が定着して以降は東小平自身は引退まで人民服を着用した。 ものの、雇用法ら新しい世代からは、政治家も背広を一般的に期している。現在ではほとんど過去のものとなっており、現在の中国で人民服を手に入れることは難しいと言われる。冷装として、ホワイトタイ扱いされる、主に絹の製で濃紺か黒のものが、中山層、主に木綿製で、緑系の労働着タイプが人民服という形で、 中華人民共和国では分けて考えることが多く、中山総の方は今も北京や上海の百貨店等で入手可能であるが、人民服はすっかり廃れてしまっている。また上下で色の揃っていない青年層というものも一時存在した。灰色のものも存在し、これはニクソン大統領の中国訪問でも知られるように、毛沢東が緑系の人民服とともに、 よく着用し、天安門に掲げられている、毛沢東の肖像画のものも、灰色となっている。1992年、平成4年に、中国共産党中央委員会総書記の子、拓民が日本を訪問した際に、天皇主催の宮中晩餐会において黒い、中山僧を着用して出席したことがあった。文芸春秋などは、この絵の服装に、プロトコルに反する比例な行為と批判したが、 中国側はタキシードの調達が間に合わなかったので大使館にあった民族衣装である人民服を使用した。民族衣装の使用は清掃であれば問題はないと考えたと返答している。しかし、晩餐会に同行した中国人関係者は廃れつつある人民服の調達に苦慮したと言われる。ただし、祖先が女服や旗子の光栄とも伝わることから中山そう。 厳密に割りつえりのマオカラースーツに近いを愛用したことで知られる日本の羽田勤とむも天皇主催の宴会で中山層を着用していたと発言ている。なお、1978年に訪日した東昇平も黒い中山層を着て当時の昭和天皇と越見している。2014年3月31日のベルギー国王主催の晩餐会や2015年9月25日の アメリカ合衆国のホワイトハウでの晩餐会、2015年10月21日のイギリス国王主催の晩餐会では、中華人民共和国主席の習近平は、中山そうではなく、立襟の黒いマオカラースーツを着ている。2009年10月1日の国慶節は中華人民共和国建国60周年であり、10年ぶりの軍事パレードやマスゲームを含む、 それまでに内大規模な式典が天安門広場でも用されたが、オープンカーに乗った闘争初期、古今東は普段の背広ではなく黒生地の人民服を着用していたが、1984年の軍事パレードでの東商兵や1999年の軍事パレードでの江沢民も黒の人民服を着ており、これは慣例となっている。2011年には、 長さ4.3メートル、バスト6.5メートル、肩幅2.7メートル、袖丈3.54メートル、首回り2.46メートルの巨大な人民服、中山荘が、侵害革命100周年を記念して中華、人民共和国の石膏省で作れた。2016年11月30日、孫文の生誕150周年を記念して、 腰の純子ら日中のファッションデザイナーがデザインした新しい人民服を発表するファッションショーが北京の長魚大国品館で開催された。この服装の設計者が誰かについては諸説あるが一般的には孫文、孫中山がこの服をデザインしたと考えられており、それゆえに中国では中山僧と呼ばれている。孫文がデザインしたという説においては、 孫文が日本留学中に日本の学生服や日本陸軍の軍服をモデルにデザインしたという説。孫文が上海にいた頃に軍装を改良してデザインしたという説や、孫文がベトナムハノイにいた頃に高ウをハノイにおける高中会の中心人物で洋服屋と共にデザインしたという説などがある。孫文の軍事顧問だった日本陸軍軍人。 佐々木至る一が考案したものであるという説もある。この説の出典は、国立国会図書館の調査によると、後見準全集第14巻、P450 佐々木至る一著、ある軍人の辞伝の書評とである。中国人民解放軍では、1950年代から1980年代まで、人民服が元となっている軍装であった。 文化大革命の頃の宣伝写真の人民解放軍の緑色の人民服と人民号に赤い星の帽子章と赤い襟章の服装は一般的な人民服のイメージとして現在も定着している。人民解放軍でも解放政策や軍隊制度の近代化の影響から1990年代より解禁式の軍装などに切り替わっているがいまだに 人民服型の軍装も使われている。また、ベトナム人民軍や朝鮮人民軍においても、人民服型の軍装が使われているが、ベトナム人民軍でもドイモイ政策などの影響により、現在は、解禁式の征服となっている。また、中国との密接な関係にあった、エンベルホジチャ独裁政権時代のアルバニア軍においても、中国人民解放軍とほぼ同じ人民服風の、 軍装を使用していた。人民服発祥の地である中国国内で一般大衆が人民服を着用する機会はほとんどなくなったが、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮では平利用服という名で、1948年の建国から現在まで背広と共に成人男性、女性は、ちまチョゴリが多いの清掃、または平服として広く着用されている。 軍服などの各種制服も人民服上のものが現在でも多い。また襟の開いた解禁型の人民服、解禁洋服も北朝鮮独自の服としてある。北朝鮮の人民服は中国の中山層に基本的に告示しているが、ポケットフラップは直線上でボタンがつかないものが主流でありまた、金正日は胸ポケットが ウェルトポケットのタイプの人民服を主に用していた。初代最高指導者の金日成は、建国から1960年代までは人民服と背広の両方を着用していたが、1970年代から1980年代中頃までは人民服を着て、甲の場に姿を現すようになり、背広姿は見られなくなった。1984年に、 東欧諸国を歴訪した後は再び背広を着用するようになり、北朝鮮社会でも服装の自由が見られるようになった。1994年の死去と同時に制作された、家へ太陽像や、金州山太陽宮殿に安置されている遺体も背広姿である。2011年の死去まで第二大最高指導者の地位にあった、金正日も1990年代までは主に、 人民服を着用していたが、徐々にカーキ色のジャンパー姿で登場するようになった。これは、東ドイツの国家人民軍の制服をもとに、金正日自ら考案したものと言われる。友好国である中国やロシア連邦の元首と公式に会見する以外、晩年には人民服での登場は非常に少なくなった。金正日が着ていたジャンパー服も人民服の一種として、 北朝鮮の一般大衆の服として定着しており、ジャンパー服は男性だけでなく女性が着ることも多い服である。一方、金正日の後継者である金正恩は2010年9月の公式登場以来黒記事の人民服はほとんど着用しており、2016年5月に開催された第7回朝鮮労働党大会では公式登場以来初めてとなる。 背広姿で全日を通し、2017年9月に北朝鮮史上初となる最高指導者時期時期の声明を発表した際は、灰色の人民服を着用し、視察の際もグレーの人民服をたびたび着ている。2018年の新年の時では、ライトグレーの背広を着て注目され、同年3月に最高指導者就任後初の外遊で訪れた中国の習近平と会見した際も、 人民服を着用していた。ここでは人民服が革命伝統の継承者を表す記号として機能していると見られている。金正恩の人民服は父の金正日の人民服と異なり、ポケットフラップは直線状であり、北朝鮮の人民服では一般的なタイプであるが、一方でベントはサイドベンツタイプとなっている。 金正恩は公式な場では黒字の人民服を愛用しており、北朝鮮の国家指導者の清掃として定着している。建国以来、中華人民共和国と政治的関係が緊密であったベトナム民主共和国、後ベトナム社会主義共和国でも人民服と同様の服が平服内し清掃として使用された。1970年代後半以降、 中国との対立や、1980年代後半以降のドイモイ政策による生活の変化の影響もあって、次第に背広などにとって変わられるようになり、レズアンやファンバンドンだ革命第一世代が姿を消すのに伴い、政治指導者の清掃としても用いられなくなった。これら中国と政治体制が共通する国々の服装だけでなく、 公営兵の写真や映像とともに伝えられた人民服姿の人々のインパクトは1960年代後半に先進工業国や第三世界において発生した反抗的なサブカルチャーの動きの中でライフスタイルのラディカルな変革を示す一種の記号となり、さらにはファッションやステージ衣装にも影響を与えた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。